こんにちは、旬ダイアリーメンバーの高橋です。本日は旬ダイアリーメンバーの星くんに来ていただきました。はい、旬ダイアリーメンバーの専修大学4年ネットワーク情報学部の星かけるです。はい、で星くんですね、今あの就活頑張ってるんですけど、最終面接に受からないっていうことなんですよね、うん、今、はい、就活の状況どんな感じなんですか？まあ、今受けてる企業は今二次面接が始まったりとか、うん、もうすぐ最終面接なのかなっていうところではあるんですけれど、うん、まあ、その前に前受けていた企業様ですと、まあ、最終面接それこそ落ちてしまったりとか、うん、それこそ受ける前になんかもうどうしていいか分かんないからもう辞退してしまおうだったりとか、うん、っていうぐらい最終面接がすごい苦手なので、うん、今回はちょっと対策というか、まあ、改善してきたので、うん、そこを見ていただこうと思います。ということで今回の面接官は岡本さんです。うずうずの岡本です。よろしくお願いします。お願いします。ガチで頑張ってください。はい、ガチで行かせていただきます。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速始めていこうと思います。お願いいたします。お願いいたします。それではですね、まず最初に自己紹介お願いいたします。はい、僕は星かけると申します。大学は専修大学のネットワーク情報学部というところから参りました。あまり研究とかはせず、いろんな IT 系のこと、映像だったりとか、プログラミング、データ分析みたいなとか、いろいろやってました、うん、でかつ僕は中学校から大学に至るまでいろいろと部活動の方でハンドボールの方をやらせていただいておりまして、うん、まあ、中学校は楽しくやらせていただいて、まあ、高校はハンドボールでまあ選んで行かせていただいて、結構辛いこともあったんですけども、ただ大学ではそれの反省だったりとか、まだやりきってないっていうところがあったので、まあ、やりきって結果を出すことができました、うんうん、はい、以上です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、学生時代一番力を入れて取り組んでたことを教えてください。はい、ありがとうございます。そこで言うと先ほども申し上げたんですけれども、まあ、大学の部活の経験かなとは思っていて、うん、高校の時はキャプテンとして60名ほどまとめてたんですけど、うん、まあ、結果が出ず、うん、東東京選抜っていうところのキャプテンもやらせていただいたんですけども、結果が出なかったっていうことがあって、うん、その大学ではなんかキャプテンという立場ではなくて、ただのメンバーっていう立場からあのチームに参加したんですね。でその中で僕が力を入れていたのが、まあ、チームの改革で、結論最終的にはもともと関東4部リーグっていうところにあったんですけど、うんうん、そこから2部リーグに昇格したんです、ね、1年 で、うんうん、でかつ総武市初の2部リーグ残留っていうところをしたのが結論頑張ったことでございます、うん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 、でこちら何を頑張ったかと申しますと、まあ、僕自身は1年生の時入った時に、なんで4部リーグなんだろう、こんなに強いチームはなぜ勝てないんだろうと考えさせていただいて、キーパーが試合で全力を出していないっていう問題があったんですね、うんうんうん、ところに目をつけて、まあ、僕はそのキーパーが全力出せない理由はコーチがそのキーパーじゃ出身ではない、だからキーパーの気持ちが分からずに交代させてしまっているっていう現状があって、そこで僕が提案したのが、まあ、キーパーの交代制度っていうところを提案させていただいて、実際にキーパー同士で交代していくっていうルールを作って、まあ、結果としてはまあ それが全てではないんですけど、それも一つの原因として2部昇格残留っていうことができました。ありがとうございます。いくつか伺っていければと思うんですけれども、ハンドボールでそのキーパーは結構交代するものなんですか？1回の試合で、まあ、1、2回ぐらいは交代します、ね、それがキーパーの気持ちを分かんないで変えられてたのが勝てない原因だったんですか？あ、一つの原因ですね。チームが勝てる一番の要因は何だと思いますか？一番の要因はチーム全体の力を発揮できるようになったことではないかと思います。実はキーパー交代制度以外にもう一個ちょっとやったことがありまして、それがあのディフェンスのミスだっていうところをキーパーのミスにされてしまいがちだったんですね。ゴールキーパーが最後手に入れられたことによって決められるので、うんうん、キーパーに集中が集まりがちで、かつどこがミスの原因だったかっていうのは分からなくなりがちなんですよ、うんうんうん、で時にすごい発言していったんですね。このミスはキーパーのミスですと、このミスはキーパーのミスではなくてこちらの何々さんのミスですっていうところをしっかり声に出して言うようにしたっていうところですごい明確になっていって、まあ、結果としてディフェンス全体のどこがミスかっていうのが分かってきたので、ミスが改善できるようになったっていうことがあったんですね、うんうん、キーパーの位置にいるからこそ自分が悪かったら悪いと分かるし、フィールドのプレイヤーが悪い時も見てるからここ直した方が良かったよねっていうのをまず、そうですね、おっしゃる通りです。言える体制を作れたってことなんですね。ではまた別のところを伺えればと思うんですけれども、はい、就職活動の軸を教えてください。はい、ありがとうございます。そこで言うと、まあ、3つほどございまして、まあ、1つは IT 業界というところですね、うんうん、まあ、ここは一体他で、まあ、ビジネスができる、多くの人により広げていけるというところ、かつ伸びている業界というところですね、うん、で2つ目がユーザーファーストの企業様というところで、うんうんうん、まあ、ここは僕が以前例えばインターンシップをしていたりとか、まあ、いろんな経験を含めてより家族だったりとか、まあ、企業とかになんか全力で進められるものじゃないと僕は多分本気で頑張れなかったりとか、うんうん、なんかどっか違うんじゃないのかなと思ってしまう、うんうん、なのでユーザーファーストの企業様
3つ目が、挑戦ができる環境があるっていうところでして、まあ、ここに関しては僕がすごい何もことも完璧にやるっていうのはすごい苦手なところなんですよね。ただ改善するのはすごく得意なので、うん、挑戦が許される社風だったりとそういった制度がある会社様っていうところを受けております。ありがとうございます。エンジニアを目指していてどういうふうになっていきたいなとかってあるんですか？はい、将来っていうところで申しますと、それこそユーザーファーストのプロダクトが作れるエンジニアとして実際仕事をしていって、最終的には全員の気持ちが分かるようなプロジェクトマネージャーみたいなところを目指しております。そういう意味で言うと今受けている会社は、はい、家族とかに全力で進められるようなサービスを持っている会社が良いってことですか？はい、おっしゃる通りです。それを、より良くする仕事がしたいんですか？僕が最終的にやりたいのは誰かの自己実現を手伝いたいっていうところなんですけど、今働いている会社様とかですと就活生の自己実現だとか人の自己実現を叶えたいっていう思いがあって、でそのためにじゃあこういうサービスがあれば自己実現する人が増えるよねっていうサービスがあるじゃないですか。その時にそのサービスを僕が作ってあげる人でありたいし、そのサービスを作る知識だったりとかノウハウを持っている人でありたいっていうのがあります。ありがとうございます。家族とか周りに進められる事業をしてるっていうよりかは、ユーザーファーストでユーザーに貢献できるサービスを提供してるっていうところがいいという方がニュアンスとしては近いんですかね？そうですね、最終的に目標としてるのはそこなんですけれど、ただ僕自身が仕事をしている時のモチベーションだったりっていうところも加味した上で仕事できるっていうところでユーザーファーストのプロダクトっていうところを目指しております。私が思ってたのはユーザーが友達だったり家族じゃないサービスのこともあり得るんじゃないかなと思ったので、家族とか友達っていうことがよりもユーザーファーストが上なのかなと思ったんですけど、今の話を聞いてると家族とか友達とかがユーザーになり得るようなサービスを作っていくみたいな感じ。分かりづらくて申し訳ないんですけれども、はい、すいません、ちょっと伝えたい気持ちが強くて簡単に言うと自分が本当に心の底からいいものだと思えるものを作りたい。でそのいいものっていうものは例えば 2B であればすごいユーザーファーストのものだし、 2C であれば例えば家族だったり友達でも勧められるようなものっていうのは僕にとってすごいいいサービスなんですね。そういうものを扱っている会社様に行きたいっていうところです。かしこまりました。 PM になるときに、はい、PM でなりたい姿っていうのがユーザーだったり作ってるエンジニアだったり営業の気持ちが分かる PM になりたいということだったんですけど、はい、どれが一番とかってありますか？どれも一番ですね、そこで言うと。まあ、というのもなんか僕自身一回失敗した経験がありまして、それこそ高校の部活動の時なんですけれど、キャプテンやってる時に僕それまでキャプテンっていう立場に立つことが多くあったんですね、はい、中で僕はすごい試合に勝ちたい、で試合に勝つために練習するのが当たり前だと思ってたんですよ。ただ部員の中ではじゃあそんなに練習する必要ないんじゃないかとかって声をほとんど拾えてなかったんですね。その時にやっぱ相手の立場に立って考えて何か欲しいのかとか、なんで今やりづらいと思ってるのかっていうのを考えようと思ったんです。だから僕は今大学入ってからもそういうのはすごい心がけてますし、今後例えばプロジェクトマネージャーみたいなマネジメントする立場になった時も絶対に相手の立場に立って考えれる人でありたい。だからそこそユーザーファーストですし、だからこそエンジニアだったり営業だったりの立場に立てるプロジェクトマネージャーというところを目指しております。かしこまりました。ありがとうございます、はい、それでは志望動機伺ってもいいですか？まず結論はその先ほどの言っていた3つの軸に当てはまっているっていうところがありまして、それこそ御社であれば、まあ、IT 業界っていうところで、まあ、一体他のサービスをやられているっていうところ、かつ、まあ、実際に現在の2桁成長も、まあ、達成しているっていうところがあります。加えて、まあ、2つ目のユーザーファーストっていうところであれば、まあ、御社が一番掲げている理念でもあると思うんですけども、それこそ、まあ、お聞きしていく中で何度もユーザーファーストっていう言葉が出てきて、かつ自分が使っているサービスでも本当にユーザーファーストを感じられるというところで、3つ目の挑戦環境に関してはその実際の制度として親会社が出している制度だったりとかも社内でも実際にその制度として確立されているものがあって、まあ、それ自体が絶対に通るわけではないんですけれども、ただそれを発言しづらい雰囲気だったりとか、これがサービスにとってもっといいものになるっていう発言をしづらい雰囲気というのはもう全くないっていうところは、僕が入ってはないので正確には分からないですけど、ただお聞きしてそこは伺っていたので、挑戦できる社風だったり環境もあるのかなというところで志望させていただいております。かしこまりました。ありがとうございます、はい、それでですね、他社の選考状況とか教えていただければと思うんですけど、はい、言える範囲で大丈夫なので、どういうところを他に受けててどういう選考フェーズかとか伺ってもいいですか？はい、承知しました。例えばですけど、様っていうところでしたりとか、あとは様っていう会社様もどちらもまあウェブ系の企業様なんですけども、エンジニアとして志望しておりまして、どちらも現在二次面接というところでございます、うんうん、その中でこう弊社の志望度とかっていかがですか？まあ、そこで言うと、まあ、御社が一番でして、まあ、なぜかと申しますと、まあ、一番はユーザーファーストっていうところが、何度も申し上げて申し訳ないんですけど、まあ、本当にユーザーファーストっていうところを意識されてるなって思いがあって、本当にどこで聞いてもユーザーファーストとかおっしゃっていただけますし、そのサービスを使っていて本当に使いやすいものになっている、昔に比べて圧倒的に使いやすいものになっているっていうところがあったので、うんうん、まあ、実際に志望させていただいております、うん、かしこまりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、それでは本日の面接を終了いたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
ということで、はい、星くん面接お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか。やばいね。やらかしましたね。はい、はい、ということで岡本さんお願いいたします。はい、星さんの選考結果は、はい、不合格です。いやですよね、今のはちょっとそんな気した。じゃあちょっと、まあ、星くんこれから多分あの最終選考の機会だと思うので、はい、そこに向けてのあのアドバイスをしていただけたらなと思います。はい、まずですね、あのすごく良かった部分とかはおっしゃっていただいた通りで、あの志望動機とか他者選考のところとかはすごく志望度高く考えてくれてて、いっぱい調べてくれてて、はい、本気なんだろうなっていうのは、はい、すごく伝わってきましたですよね。で、良かったっていうところで、はい、で改善点かな、はい、みたいなところはその懸念されているところまさにそうで、はい、一番は軸のところですかね。星さん的には学知化のところが、あ、自分のキーパーやってるバックグラウンドとか伝えないままでやっててよくなかったなとか、うん、でそこであーって表情してたじゃないですか、はい、あ、これ忘れてたみたいな、はい、だと思うんですけど、でもそれで別にマイナスとかあまりないんですよ。あの分かったので別に、はい、あ、だからあのそういう話だったんだみたいな、はいはいはい、別にそれ良かったんですけど、良かったです、ありがとうございます。でも、そうですね、就活の軸のところとかはだいぶあのパワーアップできそうだなっていうふうに思いました、うん、おっしゃる通りだと思います。実際に軸聞かれたことはめちゃくちゃあって、で今回多分ユーザーファーストみたいなとことかがすごい詰められたと思うんですけど、よく分かんなかったじゃないですか。あれなんかいつも言ってるのが、雑誌経験の高校の時なんかうまくいかなくて、なんでうまくいかなかったかっていうと、相手の立場に立てなかったんですよねみたいな。で大学ではそういうところをすごい意識してあのやっていった結果うまくいったんですよ。でその後就活の軸のところで、あの家族とかっていう話いつもしないんですよね。多分なんかしちゃって焦ってユーザーファーストだけで言ってるんですよ。でなんでかっていうと、そういう時に相手の立場を考えずになんかやった結果、まあ、結果が出なかったみたいな経験があったので、相手の立場に立つことの大切さを知ったっていうところでつなげると少しなんか納得していただけたりするんですよね。うーん、三角な感じですね。ありがとうございます。三角な感じで、山のはまあ落ちても文句ないわ。別に文句ないわ今のは。はい、あ、気になります、気になります。でも普通にだってユーザーファーストがしたかったんですよ。でもそうです、あの家族って言っちゃったんですけど、あ、そう